皆さんこんにちは、こんばんは、アスカです。今日もマインクラフトやっていきましょう。どうですか、私綺麗でしょ。レインボーに光っております。こんな感じで皆さんからスキンをいろいろ考えていただいたんですが、今はとりあえずこのピカピカのアスカで、レインボーアスカでいきたいと思います。徐々に可愛くしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。コメント欄にいろいろアドバイスをいただきまして、本当にありがとうございます。今日の目標は家を建てることで、これ今斧なのかな、斧なのでつるはしを作って、あと松明も炊けたら炊いちゃおうかな。まあ、ここまでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、それではやっていきましょう。石が欲しいんですよね。じゃあまず木を切ろう。とりあえず練習ではかまどとかも作って、あとお肉も焼いて食べました。美味しかった。でね、どれが砂利でどれが土かっていうのがまだわかんない。これはなんだろう、砂利かな。あれ、お家どこだっけ。ここだここだ。でお家のね、周りはこうやって芝を刈った方がいいですよというアドバイスもいただきました。なんか創造性がないので家を作る想像ができない。どうしよう、ちょっと待って、まず綺麗に耕します。家を作るためには。で、あ、斧がやばいな。素手がピッカピカでちょっと綺麗。ちょい待ち、棒を作りましょうか。これで棒を作ります。はい、棒を作りました。なんかあんまいいアイテムがないですね。原木、木材の方がいいのかな。木材で、ではツルハシゲット。これは斧で、こういうちょっといらないものは溶かす。で、まとめるものはまとめる。いいじゃない、シャベルもね。で、よくわかんないな、ここら辺もまとめておきましょう。いや、石が必要ですな。私石持ってないよね。はい、持ってないです。土だとね、たくみさんがね壊すって言ってたんですよ。まあ、とりあえずでも作りましょう。ドアの隣にベッドっていうのは良くない。じゃあ土のお家、弱そうですね。こんな感じでギリギリですね。危ない、谷底ですね。で、これかな、この辺はじゃあこんな感じで囲っていきます。いいのかな、こんな感じ。ベッドがちょっと一回これは壊して、今だ乗ってきてる。こっちに置こう。で、ベッド。いや、待って、ベッドの前にとりあえず寝た方がいいかな。夜になるまで眠れません。でもベッドは壊したくない、今。あ、やばい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 。はい、ここに置く。あ、違う違う。あれ、これ置けない。そっか、ね、もう寝よう。ほぉ。ベッド置きました。で、作業台、はい。で、朝ですね、おはようございます。で、一回ドアは壊してふにゃで、壊します。はい、ドア、はい、ありがとう。で、ドアを持って開く。あれ、置き方これじゃダメだよね。投げちゃった。一回壊します。こういう向きで置かないとダメか。はい、でこっち側で置く。はい、 OK、 できた。で、今回は土のお家なので、一回ドア閉めて、土なくなっちゃいましたね。土を掘りに行きましょう。それでは、レッツゴー。あ、ちょっと待って。
この段差なくしましょう。はい、それだ。段差なくした方が入りやすいよね、うちにね。この上どうなるの？あ、で、ここに置く。はい、そうしましたら、ここに土を置いてみよう。はい。で、ここにも置いてみましょう。ありゃ？いいのか。お？あにゃ、違う。こうか。ここに置く。上から。で、そういう場合は、出るとどうなるんだ？ちょっと出てみましょう。近っ。うわって落ちる。どうなの？家に入るときに、ジャンプしないといけないのかな？2段にしましょう。家らしくなってきたんじゃないですか？どこでしょう？あ、いいですね。あ、ちょっと怖い。はい。あ、なくなっちゃった。崖の近くに作っちゃったな、うち。土持って、置く、置く、置く。おー、いいね。置く。置く。置く、置く、置く。おぉ？入った。狭っ。はい。どうですか？こっち側からじゃあ置きますか。おっと、できました。やばい、嬉しい。はい。いいんじゃないですか？そしたら、じゃあ、セーブしたいね。ない。あ、こんな細いけど大丈夫かな？じゃあ行ってきます。ちょっとここ削ろうかな、やっぱ。なんだろう。なんか、しっくりこないのは私だけですか？ここ削ったらどうなる？あ、わかった、わかった、わかりました。ここに立てればいいんじゃないですか？ドアを。で、やばい、でき、あ、ちょ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 。で、ここに、また土を置く。で、反対側も、あ、捨てちゃった。捨てちゃった。あ、なんで？うりゃ！うりゃ！よし。おお、なんかいい、なんかいいですね。ちょっとここら辺を掘りましょう。綺麗にしたい。あ、でもいいですね。あ、いい家建ってるじゃん、みたいな感じ。そしたら、石を拾いに行きましょうか。待って、覚えてね。ここですよ。で、こっちに行く。こっちに行く。怖いなー。あんまり無茶はしたくないです、私。ちょっと夕方になったら私すぐ帰るからね。これなんだろう？ありゃりゃりゃ。手、素手になっちゃった。砂利。砂利は？石になる？ちょっと戻って作ってみよっかな。早くお家帰りたい。すっごいいい家。何これ、やばい。なかなか入りにくいですが、うにゃー、ドア閉めたい。はい。で、これなんかなりますか？ならないですね。食べてる。え、これで食べてるんだ。本当は焼いて食べたいですけどね。夜だ夜だ、もう夜だよ。私は寝るよ。早寝早起き、モットーです。ベッドで寝てれば絶対に襲われないのかな。はい、おはようございます。こっち、こっち行ってみ、さっきこっち行ったんだよね。で、砂利だったんですよね。ということは家の裏、ありそうな匂いがプンプンする。これ落ちないようにしないと。これはどうでしょう、石ですか？これは掘れるのか。やばい、これは石だ。石を掘るには必
ツルハシの方がいいかな。ちょっと一回戻ってツルハシを作りましょう。いえ、これですよ。すごいからちょっとわかんなかったよ。はい。では、ツルハシ。はいはい。何個か作っといた方がいいですね、こういうのは。何で作りますか？木と土だったらどっちがいいの？これでやりましょう。はい、はい、はい。で、ツルハシ。これは、置く。で、いや、もうこれも置く。よし、いいです。OK。もう一度、いざ。ほら、絶対石。ちょっと待って。ちょっとサクサク持って。夜が来る前に。ちょっとこれぐらいにしとく。ここはやりすぎ。どんぐらいに夜になるのか分かんないから。よいしょ。ただいまー。よし、オッケー。では、丸石だ。丸石さん。こんにちは。はい、来ました。いやー、お待たせしました、かまどさん。はい、来ましたー。いやー、かまど来ました。そして、ベッド、作業台。どうですか？私。こちらに、木を、そう、木ですね。木を置いて、石を、丸石を置きます。そうすると、でで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 で、何が出るかな？何？できました！石。これで石のツルハシを作れば、怖いものはないですよ。はい。そうだ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 。石8個で、お肉が焼ける。木が燃えちゃいました。石8個で、石8個でお肉が焼ける？そうなの？ちょっと待って。なんか違う気がする。お肉を置いて、あ、棒がない。棒じゃなくてもいいのかな。あ、いいんだ。もったいないことしちゃったな、棒。これで焼いたお肉が食べれます。焼肉だー。はい、できました。いやー、満足じゃ。いや、松明もちょっと作りたいけど、松明は、あ、できた。これで、木炭が作れる。ほら、これで木炭作れました。はい。で、こちらへ来まして、まずはじゃあ棒を作りましょう。はい。そして、これで、あ、違う、ん？にゃにゃにゃ、何がしたいんだ？はい、タイムマーツ。ということは、あ、ちょっと日が陰ってきました。置いてみましょう。ここに明かりを灯す。ポン、あれ。じゃあお家に一個。ポン。やばい。明るい、かなり心臓がドキドキ言っております。一回寝る？ここのね、玄関に置きましょうか。ちょっと高いな、ここ。ほい。あ、ちょ、ここじゃない。はい。どうでしょう？ちょっと上から見てみましょう。はぁ、やばい。家ができてる。ちょっと離れたところから見てみましょう。うわぁ、ドア開いてる、ドア開いてる。なにこれ？ドア閉めましょう。まさかこんなにできるとは。とても見ませんでした。いや、これは皆さんのコメントのおかげです。嬉しいなぁ。入ろう。嬉しいからもう入ろう。もう今日は何もしない。家にずっといる。はい、ベッド、作業台、かまど、松明、ドア。いやー、嬉しい限りです。今日はこんな感じで終わりにしましょうかね。後ろ向いてるけど、どうやったら前向くんだ。こうか、できたぞ。こうしよう。あー、いや、
でもね、ちょっとゾンビなどが出てこなくて刺激が足りないという方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、次の次の次の次ぐらいからゾンビを狩りに行ったりしましょう。まずはちょっと練習ですので、基本から基礎から積み重ねていきたいと思います。はい、いや結構楽しくなってきたかな。皆さんのアドバイスのおかげです。本当にありがとうございます。はい、ということで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。次回は石のつるはし、あとはじゃあちょっとなんだなんだなんだ、この次はどういうのが必要なんだろう、洞窟行ったりとか、そんなレベルじゃないですよね私は。次は何をしたらいいのか、ステップ3をまたコメント欄に教えていただければ嬉しいです。はい、それではアスカでした。バイバイ。